奴が来る季節じゃないだろう。主の体当たりを耐えれば奴ら魔物は去る。訓練を思い出せ。よし、退避は完了した。扉を閉めろ。閉門を待ちなさい。まだ残された人が。あれ、全部魔物なの？帝都を出て早々にとんでもないもんに会ったな。俺、なんかついてんのか？エステルはそこで待って、おい、ユリは女の子。はいはい、た、助けて、立てなくて、魔物が。大丈夫ですよ。めちゃくちゃ目立ってんじゃねえか。ユリ、なんとお礼を言えばいいか。いえ、そんな。怪我まで治してもらって本当に助かりました。みんなが無事で本当によかった。あれ安心した途端それかよ。結界の外って凶暴な魔物がたくさんいて、こんなに危険だったんですね。あんな大軍で来られたら結界が欲しくなるな。ここにシルトブラスティアを設置できないんでしょうか。そりゃ無理だろう。結界は貴重品だ。そうですよね。今の技術では作り出せませんから。ブラスティアを生み出した古代ゲライオス文明の技術が蘇ればいいのに。それが蘇っても帝国が民衆のためにってのはちょっと想像しにくいな。そこの二人、少し話を聞かせてもらいたい。だからなぜに通さんのだ。魔物など俺様がこの拳でノックアウトしてやるもの。簡単に倒せる魔物じゃない。何度言えばわかるんだ。貴様は我々の実力を侮るというのだな。やめろ。邪魔するな。先の仕事で騎士に出し抜かれた鬱憤をここで晴らす。おい、これだからギルドの連中は。あの様子じゃ門を抜けんのは無理だな。そんな、フレンが向かった花の町ハルルはこの先なのに。騎士に捕まるのも面倒だ。別の道を探そう。
ごく注目されてましたね。騎士にも話しかけられて危なかったです。たぐ、目立たないようにって言ったろ。先に飛び出したのは有利ですよ。目の前で魔物に襲われそうになってるやつをほっとけねえだろ。なんだよ。ごめんなさい、フレンが話してた通りの人なんだと思って。目の前に困っている人がいると放っておけないんだってよく言ってました。あいつもそうじゃねえか。今度会ったらお互い様だってユーリが言ってたって伝えといてくれ。わかりました。